リングワンダリング、またはリングワンデルング、臨境方向、関係方向は人が方向感覚を失い、無意識のうちに円を描くように、同一地点をさまよい歩くことを言う。積雪機の平らな山頂部で視界不良となったリングワンデルングを起こしやすい状況の一例、リングワンダリングとは原文の通り円形にさまよい歩くことを言う。 方向感覚を失った際に足の危機が歩行の偏りを生じ進行方向が常に同じ向きに修正されるために起こる。ランドマークがないなど目的物が目に見えない時や視界を奪われた時方向感覚を地理的条件以外で失った時などにこの現象は加速される。これは平坦な場所で吹雪や霧、闇夜などによって視界を失うことで促進され、 砂漠や平野、平原、雪山登山での遭難の原因ともなっている。原因として、足の危きのほか、道中で負った障害、骨格の歪みや左右の足の長さの違い、靴が合わない、個人の癖などが挙げられている。日本では、西洋と異なり広く平坦な場所が少なく、林渓を形成したという報告例は少ないが、林渓を形成しなくとも、日本では山林が多く、 見晴らしが悪い状態が続きやすいため、道に迷う原因となる時がある。この現象のことを、コりに化かされたと呼んでいた地域や時代もある。山歩きに限らず、何か目標を失うことがあったら、無理せず停滞して視界が晴れるのを待つのが良いとされる。ありがとうございます。